ウィリアム・ウォーシントンは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督である。1872年4月8日、アメリカ合衆国のニューヨーク州トロイに生まれる。1913年、セリングポリスコープカンパニー制作の短編映画ザ・オールド・クラークの脚本を書き、出演して映画俳優としてデビューする。自作は同年、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニー参加となった。 ビクターフィルムカンパニー制作、アラン・ドワン監督、ジェイ・ウォーレン・ケリガン主演の短編映画ザ・レストレス・スピリットであった。1914年、同じくユニバーサル参加のレックス・モーション・ピクチャー、カンパニーが量産するオーティス・ターナー監督、ハーバート・ローリンソン主演の短編映画に、レギュラー的に出演する。同年、ユニバーサル・ゴールド・シール制作、オーティス・ターナー監督のザ・オープンドスターズで、 初めて長編映画に出演以降、ローリンソンと同格の扱いとなる。1915年、ザ・グレールを監督して、監督業に進出、ローリンソンを主演とした短編映画を量産する。1916年にユニバーサル参加に設立されたブルーバード映画では、死の舞踏、旅の人、翌1917年の悪魔の感情碑、等八本の中編劇映画を、 監督、三作が日本でも公開された。1923年、ゴールドウィンピクチャーズに移籍する。1925年、恋文御用人を最後に映画監督を引退する。俳優業に復帰、以降、ユニバーサル、フォックス、ワーナーブラザースと各社に主演ではないが、晩年まで出演を続けた。1941年4月9日、 カリフォルニア州ロサンゼルス郡ビバリーヒルズで死去した、満六6 9歳没、ハリウッドフォーエバー墓地に眠る、オールロング19、1919、ありがとうございます。